見果ての森に行かなきゃいけないんです。また。ごめんなさい、急いでるから。そうなんですか。私実はまだよく分かってなくて。ありがとうございます。あ、いた。多分捨て猫だと思うんです。昨日の夜偶然ここで見つけて、私連れて帰ろうと思ったんですけど、みんなに止められてしまって。とにかくそれからずっと気になってて、どうしてもこの子放っておけなくて。してたいんです。この子も早く飼い主の元に帰りたくて不安なんじゃないかって。それはわからないです。でも見てください、この猫の手。この猫すごく可愛がられてた。だから捨てたくて捨てたんじゃない気がするんです。そうだよね、かわいそうに。早く見つけてあげないと。そんなことないです。ただ見つけちゃったから、どんな出会いにも意味があるってそう思うんです。それは人も動物も一緒で。あ、そうですね、そう思います。あの部活に参加させていただけたのも、私がワールドエンドを読んだのがきっかけですから。はい、主演に決まってすぐにやはり原作者にはお会いしておかないとって思い。いやー、たまたまお会いする機会があって話が弾んだというか。そしたらなんと山城先生からミスケンのお話を教えていただいて、夏休みだけですけど参加させていただくことになったんです。山城先生には私がいかにあの物語に惹かれたかを丁寧にご説明したつもりです。生や死を超えて思えば魂は通じる、私には革命的な言葉でした。なんだか読んでてすごくドキドキしました。そうです、思うだけでその人とつながることができる。時間も距離も生や死すら超えて。母ですかね。母は私が幼い頃に父と離婚してしまって、私は父に育てられたので母のことほとんど覚えてないんです。いえ、父と二人暮らしを続けながら、母は私のことどんな風に思ってたんだろうって、そんなことばかり考えていました。父は母のことを話したがらないので、どこでどうしているのかも全く。あ、ごめんね猫ちゃん。大丈夫だよ、あなたのこと探してるよ。早く見つかるといいね。おーい、
ちょっと、私が泣かすわけないでしょ。ほら、ココナちゃん、私がいじめっ子じゃないことをこのポンコツお兄さんに説明してごらん。そう、森川ココナちゃん、子猫が見つからないって泣きながら歩いてたからさ、なんだか放っておけなくて。あれ、花子？何その腕に抱えてるのは。子猫とは、もしかしてこの子では。あ、みーちゃん。名前だったんですね。はい、みーちゃん、よかった。もう会えないかと思った。はい、みーちゃん、飼い主の元にお帰り。ありがとう。あ、でも私飼い主ってわけじゃなくて。え、あの、どういう意味でしょう。ココナちゃん、そこの病院に入院して長いそうなのね。友達がいなくて寂しいから、このみーちゃんを拾ってこっそり病院の庭で飼ってたんだって。そしたら院長先生に見つかっちゃって、庭で猫を飼っちゃダメだって怒られたみたいね。それで捨てられちゃったんですか。それじゃ連れて帰ってもまた。いやだ、もうみーちゃんと離れたくない。懐いてるね。衛生上はどうかと思いますが、確かに。ココナちゃん、とりあえず病院に帰ろ。うん。ココナ。あなた、また抜け出したりして。私たちがどれだけ心配したと思ってるの。またそんな猫拾ってきちゃって。院長先生、お願い。ココナ、あなたは手術を控えている身なのよ。夜に病院を抜け出して猫に餌をやったり、こっそり病室に連れて帰ったり、私はあなたに対して責任があるの。あなたはこの病院の決まりを守って、手術のことだけ考えて、お願い。それに、野良猫だなんて不衛生よ。ほら、どこかに話してきなさい。ちょっと、院長先生。何を言ってるんですか。ダメでしょ、手術のことを忘れてしまっては。私には分かりませんけど、心が通じ合ってる二人を引き離すのは良くない。それに猫だって捨てられるために生まれてきたんじゃない。この子、ココナちゃんに見つけてもらいたくて必死に必死に泣いてたんです。そうだよね、花子、猫の気持ちも大事だよね。ココナ、命あるものを育てるって大変なのよ。可愛がるだけじゃダメなの。みんなに迷惑かけないようにちゃんとしつける必要があるの。
あなたにそれができる？え？できる！できます！悪いことは悪いと教えてあげる。みんなと一緒に暮らせるようにね。本当に約束できる？みんなと。うん。そうね。皆さんの言う通りね。分かってなかったのは私の方。ここな、みーちゃんは病院のみんなで責任を持って育てましょう。本当？本当に本当？みーちゃん、この病院にいていいの？ただし病院内には入れないこと。裏の自宅とここのお庭で育てる。もちろんあなたが中心になって面倒を見るのよ。いい？よかったよ、さっきのスピーチ。スピーチだなんてやめてください。まみさんこそありがとうございました。私は何もしてないよ、花子のおかげんで。こいつはまあまあだったかな。それじゃあ私用があるからまた。ありがとうございました。これで私も安心しました。昨夜からずっと気になってたので。あなたまで。私は何もしてないでござる。こんなところにいましたか。いいの、大丈夫だから。私、帰りますね。俺を褒めることを許す。褒めちぎることを許可する。今から1分間、よーい、はい。この俺が日夜走り回って得たニカレー情報をお前に教えてやろうというのだぞ。電話口で黙っていてどうする。あ、ひれ伏してるのか。良い心掛けじゃ。ならば教えて使わそう。メモの用意はいいか。午後2時、森の奥にある間引きの滝で R。 俺は先に行ってるから後で合流しようぜ。あ、顔を上げよう。じゃあ。
邪魔だ、下がれ。なあ、朝のニュース見たか？ニカレーが最近ストーカーに追われてるって、あの話マジか？見た見た。まさかこんな田舎町にまでストーカーがいるとはな。それともはるばるニカレーについてきたか？こえのつもりなんですが。うん、確かに道に迷ってあげく雨に降られてしまって。いえ大丈夫です。もう濡れ切ってるし、方角だけ教えてもらえれば。ハッシュ！この程度のことで風邪など。ハクション！いえ、明日も仕事がありますので。何をおっしゃられてるのかは分かりませんが、それではお言葉に甘えて。あの、まゆみさんやゆきのさんは？まゆみさんからでしょうか？ありがとう。じゃあちょっとお風呂拝借します。くしゅ。この季節は突然の夕立に街が濡れることも多いですね。ということで、今夜は見果て町の雨のお話。読み人伝説の残るこの見果て町、夏の雨も実は読み人と関係があるとか。100年前の読み人事件が起きた夏、雨の匂いにいつもとは違うものを感じた人がいるそうです。それは血の匂いかどうかは今となっては分かりませんが、ただ読み人の香りは
雨の香りと言われることもあるんです。古く昔、この御果て町では死者を葬る際に雨水を降っていたというお話があります。闇人はその雨水をまとっていたとか。すみません、ドライヤーってどこでしょう。あ、すみません、お願いします。どこですか。はい、すみません。あれ、こっち、そっちじゃなくてこっち、見えない。そうなのですが。でも、もうちょっとで。あっ、キャー！大丈夫ですか？すみません、段差があったみたいで。ごめんなさい、隠していたわけじゃなくて。いや、隠してたんですけど、そういう意味じゃなくて。すみません、私も混乱してます。今更なんですが、メガネ外しましょうか。そうですか。私もこっちの方が落ち着くので助かります。本名じゃないです。本名は二階堂レイ、17歳、職業はアイドルです。まさか部活の初日で自己紹介があるとは思わず、口をついて出た名前がたまたま山田花子だったんです。名前は適当につけちゃいましたけど、この山田花子の姿が本来の姿というか、
本当の二階堂レイなんです。あ、じゃなくて本当の私が山田花子。あれ違うな、二階堂レイは本物の山田花子じゃなくて、私の本名が山田花子。すみません、あのとにかくいいんです花子で、今見てもらってるこの姿が本当の私です。はい、これがないと何にも見えないです。ですよね。まあどっちも私なんですけど。了解です。ああ、もしもし、外出たら雨本降りでさ。いや、忠告は聞くもんだね。ってことで傘持ってまいれ大至急。急ぐといいよ。じゃあねー。あの、私が二階堂レイだってことは誰にも言わないでもらえますか。ありがとうございます。私普通の高校生でいたいんです。せめてこの街での撮影が終わるまで、この夏が終わるまで。あ、私そろそろ帰りますね。髪ももう乾いたし。あ、多分私です。マネージャーの辰巳シャーロットです。この子が二階堂レイだということは、今後一切他言無用ということでよろしい？もし下世話な週刊誌にネタ売りしたら、一生芸能界で生きていけないくらい、あなたを干して干して干しまくるわよ。辰巳さん、彼は一般人だから。まったく、こんなどこの馬の骨だかわからない男と、なんてハレンチな。今しなくてもするでしょ、そのうち絶対ハレンチなこと。 What the shame。 だから私は反対だったのよ、田舎高校の部活に参加するだなんて。まあ今回はあなたが珍しく役作りにやる気になってるから、素性を隠すっていう条件で特別に許可したけど。でそこのチェリーボーイ、一体いくら欲しいの？手切れ金&口止め料を用意するわよ。いらない？ははん、さてはあなた、週刊誌に売る気ね？もし下世話な週刊誌にネタ売りしたら、一生芸能界で生きていけないくらい、あなたを干して干して干しまくるわよ。はう、すみません。レイ、こんな田舎育ちのヤサ男信じちゃダメよ。その腹の中なんてこの私にはお見通しなんだから。優しく見えたってみんな最後は金なのよ。この世の男の8割、いいえ9割、えい、もう10割がそう、金、金よ金。レイ、あなたはそんなの分かってるはずよね。そもそもあなたのお父さんがそういう。彼はそんな人じゃないわ。それじゃあ行きますね。お風呂どうもありがとう。なんですって、お風呂？何よ一般ピーポー。
はい。おいおい、どうしたんだそこのコミショーペア。今までに増してさらに会話が弾んでないぞ。いつも通りってござる。そうだな、花子はいつも通りだな。ま、あれか、この俺が察するにだ。この町に疎い者同士、ミスケンの課題を相談し合っているうちに意見が合わなくなってギクシャクしちまったとか、そんなことだろ。いや、俺ってこういうのすぐ分かっちゃうのよ。人間観察力ってやつ。まあ、人の器が違うっていうか、神みたいな。ま、花子も多めに見てやってくれよ。こいつ、クールだけど結構いいやつだからす。あ、はい。あ、今日はみゆちゃん休みだって。あ、珍しいですね。昨日の雨で風邪でもひいたんですかね。あいつ体弱そうだからな。さてと、俺は今日も元気にニカレイの撮影現場情報でもかき集めるかな。ケンスケ、あんたミスケンの課題やりにここに来てんじゃないの。俺、二つのこと同時にできちゃうのよ。見果て校の聖徳太子って言われてるからね。大してすごくない割に歴史の重鎮の名を出しましたわね。ほら、ケンスケ君のことは放っておいてさっさと始めちゃおう。ケンスケ君はアイドルの追っかけ頑張ってね。およ、わかってるね、ユキノッチ。ニカレインが見果て町に来るチャンスなんて今後二度とないからね。な、花子。やあ、
レイちゃん。
へえ、